夢花。お母さん。突っ立ってんと。そこの椅子に座り。一条の旦那さんが届けてくれはった。ええ歌やな。何遍も聞かせてもろたえ。お母さん。来てくれて。ほんまに嬉しい。外の世界はどうへ？想像以上に厳しい世界どす。夢花。へえ。後悔してんのか？いいえ。自分で選んで飛び込んだ世界どす。そうか。お母さん、はよ元気になって花村を守り続けてほしい。季節ごとの掛け軸、毎日生けた春床の間のお花、冬の間の襖を、夏は目にも涼しい吉野に帰って、舞妓の着物もかんざしも、祇園には四季が押した。うちはそんな素晴らしいとこにいたことを誇りに思ってます。そんなに思ってくれてるの？その花村やけどな、花幸さんが結婚して後を継ぐって言うてくれたはるんや。サリューミュージックやめたんやって？やめました。舞妓の衣装を着るのを断ったんやって？祇園の誇りを捨ててへんかったんやな。うちは自分が決めた道を歩いてるだけです。そうか。のぞみ。何？のぞみがやりたかったことは本当に歌なんかね？本当に歌しかないんかね？大丈夫か？惨めな気持ちになってへんか？惨めな真似をしたはんのはお母ちゃんの方ですやろ。花村のお母さんから沢田さんのこと聞きましたえ。そうか。うちが沢田さんと一緒になって花村の女将になる。これが一番ええんや。あんたが戻ってくるまで花村を守るってうちは決めたんや。戻らしません。うちはそやさかい、そんな無駄な結婚はやめてください。浩太さん、来週日曜日の夜、のぞみさんを花村にお呼びしたいんですけど、もちろん出演料はお出しします。来週日曜日ですか？
大阪で一件営業が入っちょります。そんなんお断りしておくれやす。うちは倍払います。母ちゃん、ほなお客さんを呼びしてお待ちしてますさかい。めぐみ、犬へ。そして次の日曜日。歌手として望みは花雪の申し出を受け入れ、2年半ぶりに花村にやってきたのです。望み、めぐみ、ここまで来たんだけ。のぞみ、おかえりやす。案内された支度部屋には、のぞみの見覚えのある着物やかつら、かんざしなどが置かれていたのです。のぞみ、今日の仕事を最後に俺はのぞみちゃんのマネージャーを辞める。え？今日以外の仕事は全部キャンセルしたけん。襟替えの時の着物や。お母ちゃん、夢花ちゃん、懐かしいやろ。水おしろいの匂い。夢花さん、姉さん、この間はおおきに。お久しぶりどす。のぞみ、このカツラもかんざしも黒紋付きもみんなお母さんがあんたが帰ってくるまでて置いてくれたはったんや。この着物を身にまとて京舞を舞うことを許されるのは祇園の芸妓だけや。花雪さん、姉さん、回せてもらいます。そうか、ほな早うしたくせなあかんえ。Thank you.
泣いたらお化粧できんが。